not mighty, it's only land. My little darling, my cares can share and grave. When I dead, don't wait for me. Just kiss the lips that you be brave. My little darling, my little darling, I love you, I love you. I will love you, I can tell. ありがとうございます。シークラスと言います。愛媛県の松山で活動しています。八軒さん、ね、ギターの八軒さんと、私かなえの2人で、ユニットでやっております。まあね、ブルーグラスバンド、松山ブルーグラスライブバンドというバンドだったんですけれども、今2人になって、ちょっとねブルーグラスというよりかはどっちかって言ったらあれかね、どんな感じ、酔っ払いの感じ。ティプシーグラスのティプシーっていうのは、酔っ払い、まあ酔っ払いだけどほろ酔いっていう意味がありますね。はい、ちょっとフラフラーとするぐらいのほろ酔い加減とティプシーって言います。ティプシーグラス、グラスは草ですね、ほろ酔い草、うん、大丈夫ですか。はい、ちょっと大丈夫です。はい、ほろ酔い草という、意味のバンド名ですね。はい、で、別に私たちがね酔っ払ってるわけじゃないですね、まあ、あくまで私たちはシラフなんですけれども、ほろ酔い的頃にちょうどいいようなまったりした感じの音楽をお送りできたらいいなと思いまして、これ飲んだら底なしですけど。まあ昨日3人で飲んで1人5000円っていう金額になったっていうぐらいですからね。食べ物はね3人で3品しか頼んでないですけどね。なんであんな金額になったのかな。飲んだからです。飲んだからやろね。あー、コーチの誰かさんが一番よく飲んでる。そうですね。まあでも最近はね控えめになりましたよね、お酒の数もね、ちょっとだけ。でも昨日の晩はねちょっと粗相してしまったんですよね。粗相したんですか。はい、ふと夜中に目が覚めたら、お風呂いっぱい水が溜まって、そのまま水やなお湯が溜まって、はい、そのままやったんですね。あ、危ないですね。気がついて、あ、風呂入ってないわと思って、はい、入ったんですけど、朝起きたらすっぽんぽんになってよかったですね、誰もいなくて。はい、そんな感じでね、まあブルーグラスの方はねお酒が好きな方も多いですけれどもね、私たちも漏れなくお酒大好きです。今日はもうこのまま運転して松山に帰りますので、私はシラフで帰りますね。まだビールは残ってる。残ってる。残ってる。私は何か飲まんかったの。はい、じゃあ、次の曲、ちょっとおしゃべりが長くなっちゃうんですよね。はい、次の曲どんどんやりましょう。次はさっきの曲はね、ベル・ダーリン・パール・マイという曲だったんですけれども、次は八軒さんメインボーカルで、私がコーラスつけて歌ってみようかなと思います。ケンタッキーワルツ。Beautiful hand is true.
ハチケンさんもね、最近あの歌のレッスンに通い始めたんですよね。そうですね、週何回ですか？週1回週1回、毎週毎週毎週1回、まあ、ね、飛ばす時もありますけど、どうですか歌のレッスン、楽しいですか？楽しいですよなんとね、安いんですよ。普通ね、あの音楽教室なんか行ったら1時間で1万5000円とかね、そんな感じらしいんですね。で、私の知り合い の, あの、ま、カラオケ喫茶というか、そこのマスターが、2時間2000円でかまんよって言って、お願いします2時間みっちりついてもらって2000円、破格の値段ですね。そうですね、松山に来ると皆さん、そんなボーカルレッスン教室もありますのでね、ぜひ松山も遊びに来てください。徳島からやっぱ遠いですもんね。2時間半ぐらいかかりますね。2時間半ぐらいはかかりますね。はい、まあ今度ね、来週ですかね、カルストフェスもありますからね。はい、はい、一般の方っていうかね、まあ、観覧は無料になってますので皆さんぜひいらしてください。カルストさらに松山から2時間半かかりますけれどもね、 こっちから行ったら片道5時間か、片道5時間になりますね。松山経由で行くとね、はい、あの高知経由で行くのが一番早いですね。そうですね、高知の須崎まで、高速使ってもらって、うん、そこから山を上がるって感じですけどね。ちょうどあの天気もね、晴れみたいなので、はい、須崎で降りて下道へ行っても本当高速道路みたいな道がずっと走ってますからね。そうですね、はい、で来週のカルストフェスが終わったら今度は11月3日ですかね、朝倉フェスありますよね。はい、さっきの朝も4号でした。あ、そうですね、4号ですかね、11月最初の土日になるんですかね。はい、朝倉、今治の朝倉でもフェスがありますからね。また四国もこうやってあのいっぱいフェスとかもあってね、盛り上がってきてくれたらいいですね。はい、じゃあ、次の曲いきたいと思います。次はワイルドウッドフラワーですね。Our dance, our singing, my love, shall we?
charms every heart in its glamorous way. And I walk from my dream in my idol was clay, and for sure love hasn't gone away. Flower. It was blooming to cherry and the light really over. Oh, I love to see him and regret in the corner. He's gone and neglected this family flower. Oh, he told me to love me and call me his flower. It was blooming to cherry and the light really over. So I long to see him and be great in her heart. It's gone and neglected, this family flower. So I long to see him and be great in her heart. It's gone and neglected, this family flower. まさかの、まさかのハチケンさんが諦めるっていうちゃんとやってよ。はい、練習しておきます。実はね、私このギターを買ってちょうど9月で2年目になりまして、2年目っていうかちょうど2年ですね。はい、であと1年ローンが残ってますので、頑張ってあと1年は演奏しないといけないですね。はい、1年後に、ちょっと高い値で売るかもしれないですけど、買ってもらっていいですか？買いません、はい、このギターはね、主人にはね、ハチケンさんからもらったって言ってるんで、あと実はね、この間もね、新しい楽器が1個増えましてね。あ、ベースと別に？ベースです。あ、ベースね、はい、アップライトベースのエレキね、エレキのやつですね、細いやつですね。はい、神戸の方にね、友達がおりまして、彼がね、新しいアップライト買ったので、いらないからあげるっていうことでね、また私の部屋に、狭い部屋なんですけどね、もう楽器がいっぱい増えてきてます。はい、また練習してます。ウクレレベース持ってね、ジャム会では弾いてたんですけどね、それいらなくなりますね。まあ、そうですね、まあ、ウクレレベースもね、ジャム会の時はね、持って行ってたりしてたんですけど、軽くていいですよね、あれはね。そうちっちゃいんでね、持ち運びがね、簡単ですよね。そうですね、はい、だからいつもあるベースをね、持ってこられている方はすごいなと思います。本当にウクレレベースいいよ。あります。あ、やっぱ持ってます。ね、うん、すごいね、いい音するんですよ、アンプを通すと。本当はウッドみたいな音がするんでね、はい、結構使い勝手もいいかなと思います。ベースの存在っていうのはものすごい大事ですよね。あれがないと全然音に迫力が出ませんからね。そうですね、久保田さんの偉大さがよくわかります。はい、そうですよね。なかなかベースされる方って少ないんでね。松山はいないのかな。あ、いないです。ブルーグラスベースされる、カントリーベースされる方っていうのはあんまりいない。一人誕生頑張ります。はい、じゃあ、はい、じゃあね、この2人で演奏するようになってからですね、レパートリーなんかもいろいろ変わったレパートリーをしていってるんですけれども、まあ、いわゆるブルーグラスバンドでやるような曲というよりかは、こう2人でやってしっとりできるような曲が多くなりましたよね。そうですね、はい、でリクエストなんかもね、受け付けてますので、で今日もね、1曲後でリクエスト、サーティーグラスボーイズの池杉さんからね、もらってるリクエストがありますので、後でやりたいと思います。めちゃくちゃ難しかったよこれ。難しかったですねはい、この曲、次の曲もリクエストがアイリッシュの方から言われてたやつですよね。アイリッシュの方がリクエストしてくれたやつで、The Water is White。
実はちょっとおかしいんですよね。この英語の歌詞で歌ったんですけどね。なんかの車の宣伝になってますね。あ、そうですね。なんかいろんな CM とか、映画とかね、よく使われてますよね。カーラポノフ。さやった。覚えてないですか？カーラなんか。そうですね。すごい流行ったんですよね。何十年か前にね。カーラがどうしたんですか？何を言うか。たまに話しかけても応答がない時があるんでね、心配になるんですけど、返事はしてね、返事は。まあステージに立つ人はね、皆さん分かると思いますけど、ここに立つとそっちから見てるのとこう風景が違うんですよね。あの人真剣に聞いてるなとかね、あのりがええなとかね、可愛い子なとかね、いろいろ思ってますから、そちらに気を取られてここで何を言ってるのか聞いてない。聞いてない。ちゃんと聞いといてよ、はい。返事がないと心配になるからね。いい、毎年はおなじみの恒例のうちの親戚三つ子も来ておりますから。今日も、はい、ああ。
いらっしゃいませ。大きなりましたね。なんか前見た時は本当にまだよちよち歩けないぐらいでした。ああ、ね、まあね、まあ、あの年に2回ね、こちら徳島に来らせてもらってますから、私はもうね、になってますけど、皆さんは年に2回その成長を見届けていってるという、うん、今おいくつになられたんですか。いくつですかね。3歳半。あー、すごい、三つ子、3歳半の三つ子、もう恐ろしいな私も男の子育ててますけどね。男の子ですよね。そうですね、全員男の子ですね、はい、私も男の子を育てた経験ありますけれどもね、もう家の中ワイヤでした。常に掃除してもワイヤになるんですね。あれは男の子怪獣みたいな感じでしたけどね。ちょうど3歳4歳ぐらいの時はね。まああなたの子ですからね。そうですね、もう大人しくはないやろね。今はね、もうだいぶ大きくなって、一番上の子はもう来年大学生になります。そうなんですよ、もう長崎のね大学に行くっていうんでね、この間オープンキャンパスに。28歳ですけどそうなんですよね、まあ、兄弟みたいでやれるんですけどね、私の息子ですほんとね、もうあの顔だけね、小学校の時のまんまなんですよ、ね、体だけあの一人前の男になってるんですけどね、顔だけ小学校のままですね。もうずっと童顔なんやろなって思いますけどはい、子供大きくなるの早いですよね、特に人の家の子供はね、早いですよね。はい、はい、じゃああとね2曲ぐらいです。はい、次の曲は、私が行くときに誰が私のために歌ってくれるんですかっていう歌です。 Who'll sing for me。 After you sing when I reach my journey's end, who will sing one song for me? I will sing for me when I fall to the cross by the silent sea. Who will sing when the friends shall get around and move down the wall, when the friends don't get around and they sing one song for me, I will never sing for me.
ます。私の時は誰が歌ってくれるんですかっていう歌ですね。身に染みますね。はい、じゃあお待たせしました、池杉さん池杉さんからですね、この曲ティプシーグラスでやってくださいっていう曲を送っていただいたんですけれども、なんかのフェスの時の動画だったんですかね、はい、他の、九州のバンドさんが演奏されてたのを、池杉さんが動画を撮って送ってくださったんですけれども、曲名がダンスということ以外何もわからない情報が何もないっていうリクエストが来ました、ね、美声フェスやったんですかね、あ、美声フェスですかね、岡山のね、はい、で、ダンスっていう曲らしいですっていうのと、そのバンドさんが演奏されてる、しかも全部入ってなかったですよねちょっとだけ入ってた曲のね動画を送っていただいて、一生懸命探してですね、はい、やっと見つけました。なんと、キャッシーチアボラの曲だったね。そうです、キャッシーチアボラ、カントリーシンガーさんですかね、はい、いろんなオリジナルソング出されてます。で、最近一番新しいハーベストっていうアルバムですかね、そこに入っているダンスという曲です。はい、すごいね、美しいメロディーですよね、はい、あの時初めてあの曲を聴かれたんですか。なるほど、いや、こんな曲があるんだっていうので、ね、はい、かなり苦労しましたけれども見つけてまいりました歌詞もなかったんですよ、はい、やっぱ結構難しいですよね、この、まあ、ブルーグラスで3コード、まあ、コード4つとか多いですけど、これ結構ポップスソングっぽいコード進行、ね、またコードが激しく変わるし、ブルーグラスみたいな規則正しくは変わってないんですよね。そうですよね、はい、そんな曲ちょっと今日初めて披露するんですけれども、はい、池杉さんのためにお送りしようと思います。ダンス、and love is better.
If it's right or it's wrong, if you dance while the music is playing, you won't dance alone. No, you won't dance alone. No, you won't dance alone. ありがとうございました。ピクシーグラスでした。